はい、皆さんこんにちは、カブくんです。本日は2021年の9月の1日となってます。でですね、今から、フィギュアスケートの、ジャンプについてお話をしていくんですけど、そうですね、この後の動画の予定は先ほど言った通りで、植物動画とか僕のフィギュアスケートの動画が上がるかなっていう感じの、スケジュールになりますが、今からですね、どんな話をするのかというと、フィギュアスケートのジャンプですね。でジャンプなんですけど、6つのね、6種類ジャンプ種類あるんですけど、それぞれね、例えば、ルッツとかサルコーとかフリップとかあるんですけど、その同じジャンプでもですね、選手によって、ジャンプの飛び方を変えてるんだよというね、そういったお話をしていきたいと思います。はい。で今回はそのうちのサルコージャンプですねについてお話をしていきます。はい。で羽生選手のサルコーを見ていくんですが、羽生選手はですね、サルコーを飛ぶときに両足の、感じでジャンプを飛んでるんですよ。ちょっとそこら辺を見ていきましょう。はい、はい、これ飛ぶ瞬間の足ですね。はい、こうなってます。サルコーはですね、左足ですね、左足で踏み切るんですけどね。はい。ですが、飛ぶ瞬間、この前、右足ですね、これが前に出て少しこう氷についてる感じでジャンプを飛びますね。はい。うん、そういう風に飛ぶんですよ。で、このこちらの足ですね、こっちの右足を、こうやってね、上の方に振り上げて飛ぶ、これがサルコーなんですね。はい。でちょっと見ていくと、こういう感じですね。もう一回見ていきますか。はい。ちょっと待ってくださいね。こうやってね。はい。なので、どちらかといったら羽生選手はですね、左足で踏み切るんですけど、右足もちょっとだけ氷についたような感じでサルコーを飛んでますよという、こういうスタイルを飛んでるんですね。はい。で今日紹介したいんですけど、実はロシアの、ね、女子選手たちも、結構こういう感じで、特にエテリチームですね、はこういうふうに、ね、ジャンプを飛んでることが多いので、多分ロシアの、エテリチーム、なんかトゥルソワとかね、他のシェルバコワとかそういう選手たちは、多分羽生選手を見て、ジャンプの研究をしているのかなって思います。で今日紹介したいんですが、ネイサンチェーンも、ネイサンチェーンは全く違う飛び方してますね。うん。はい。では、ちょっともっと分解していきましょう。はい。はい、でこちらはですね、ジェフリー・バトルの、サルコーなんですよ。同じ、羽生選手とさっき同じサルコーなんですけど、ちょっと見ていきますね。はい、こうやって飛んでるんですよ。若干ね、もう片方の足氷についてる感ってイメージはあるんですが、ただですね、見てください。この右足を。この右足、結構これ浮いてますよね。うん、浮いてからシュッといく感じですよね。そういう感じでジャンプを飛んでるんですよ。羽生選手は結構もうね、最初から結構氷に近いところから、片足がもう氷に近いところからジャンプを飛んでるんですけど、ジェフリー・バトルは左足がですね、右足がですね、結構こう空中に浮いてますよね。これで浮いてます。こう浮いてますね。浮いてますよね。で、それで結構振り上げて、一回こう振り上げて、氷にこう近づけてっていう感じで飛ぶんですね。で、これカナディアンスタイルです。はい。例えば、ジョアニー・ロシェットもこういう感じで飛んでました、カナダの。だから結構カナダの選手はこういう飛び方多いですね。はい。うん。こういうふうに飛んでるよっていう違いがありますね。またそう羽生選手と少し違うのかなっていう印象があるかと思います。はい。もう一回羽生選手見てみますか。はい。これ羽生選手のサルコーなんですけど。ほら、もう結構ね、さっきジェフリー・バトルは、こう、モホークした後に、足変えた後に、こっちフィーってね、足上がってましたけど、羽生選手、こっちの足も、これ右足ですけど、もう氷に近いところにありますよね。ほら、あんまり振り上げてないじゃないですか。ね。ここでもまた、この後ですよ。この後足をモホークして、ここ、ほら、あんまりもう、ここに、もうすでにこの右足、この氷の近くにあるんですよ。そこから粘り気のあるような感じで、こうグイッとね、グイッとこういってますね。グイッとね。グイッといく感じですね。はい。これサルコー、同じサルコーなんですよ。
うん、でこれ羽生選手4回転サルコーですね。はい、で先ほどのジェフリーバトルも1回見ると、まあ、やはりこう浮かしてますよね。こうやってほら浮いてますよ。こんなに上後ろの方になってます。しかもね、羽生選手はこっちの、もうちょっと足がこの辺でしたけどもね、この辺からあの右足を前に出して飛んでましたけど、ジェフリーバトルは逆にフリーレッグを後ろにこうやってね、浮いてってからこっちにやるって感じですね。羽生選手はもうこの辺にあってからグイッともっと前に出す感じで飛んでるので、まあ、サルコージャンプだけでも違いがあるなっていう、そういう印象がありますね。はい、まあ、最終的に飛び方は同じになるんですが、ただあのジャンプの飛ぶスタイルっていうのは選手によって違うよっていうことですね。はい、でですね、なんでじゃあなんだろう、そのですね、羽生選手が、まあ、そういう飛び方になりやすいのかなっていうのを分析調べてみたんですけど、おそらくですね、荒川静香さんの影響が大きいんじゃないかと思うんですよ。で、荒川静香さんは皆さんご存知、阿部七海先生のところに教えてもらってました。で、阿部七海先生のところ羽生選手も教わってますので、必然的に同じようなジャンプの飛び方になるのかなって思うんですよね。で、荒川さんのこれトリノオリンピックのフリースケーティングの2アンドット、これイナバウアーからのサルコー後半のジャンプなんですよ。これもですね、見てください。こうやって結構もう氷についてますよね、右足がね。ただ羽生選手には少し足を浮かせますね。これ少しやっぱ浮かしてますが、最終的にこう飛ぶ瞬間はもうかなりこう前に出してる感じですよ、うん、こうやって、はい、羽生選手と少し飛び方似てるかなっていう印象ですね。こうやってこういう風な感じでグイッとね、グイッという感じ。ジェフリーバトルは後ろの反動、後ろに足をやってからシュッとねやる感じでも、荒川さんとか羽生選手はもう足が前に出てる状態でグイッとね行く感じがあるので、ちょっとジャンプの飛び方違うのかなっていう印象がねありますよね。だから多少は荒川さんとか羽生選手はジャンプの飛び方似てるかなっていうのがあるので、もしかすると阿部七海先生のチームはそういうようなジャンプの教え方を、教えているのかなっていうのが、見えてくると思いますね、はい、これどっちがいいとかっていうのはないです。そういう飛び方になってるよっていうその傾向の違いですからね。はい、まあ、他の選手もたくさん紹介したかったんですけど、今日はあんまり時間がありませんから、荒川選手と羽生選手の同じ傾向だよっていうところを掴んでいただきたかったんで、はい、紹介しましたね。もうちょっと見ていきたいと思います。はい、ですね、安藤美希選手の、サルコージャンプ見ていきましょう。安藤さんのサルコーは本当基本に忠実なサルコーを飛んでるなと思って、サルコーって飛ぶ瞬間足がハの字になるんですよね、はい、でそこをちょっと注目して、この2006年のスケートアメリカのですね、フリースケーティングの、サルコーを見てみましょう。これ2つ目のジャンプなんですけども、これ飛ぶ時にですね、こうやってハの字になってるんですよ。ちょっとこれだと分かりづらいんですけど、まあ、これ横向いてるの分かりづらいんですけども、歯がねこういう風にハの字になってるんですよ。で手もこれ内側になってますが、手もねハの字になってることが結構多いんですね。もうちょっと手前の方戻していきますか。ほらこうやってね、手もほらハの字じゃないですか、飛ぶ時にね。こうやってこういう感じでこうやってきて、うん、こうなんかこのなんてこう 手に空気がある感じで飛ぶんですよね。はい、こうやってこうやってこういう風な感じで、こういう風な、まあ、そのなんていうんだろう、要はその、こういう感じで、ここになんか空気感があるような感じで飛ぶのが安藤美希選手の特徴ですね。荒川さんはどちらかといったらこうグイッとね、こう荒川さんとか羽生選手はグイッとジャンプ飛ぶんですね。でジェフリーバトルはちょっとこう後ろの方に足をやってからシュッと、いや弓矢を引くような感じシュッていう感じですね。で、違いが見られるよっていう感じですね。で安藤美希さんのジャンプの飛び方、少し梶山優真君に似てるかなって思うので、まあ、傾向がやっぱり違うよねっていうお話ですね、はい、であとは、ちなみに羽生選手が小さかった時の、サルコージャンプも、これ2008年だったかなのね、全日本ジュリアの時の、サルコーなんですけど、2008年ですね、はい、でこれがサルコートリプルトーループのコンビネーションなんですけど、この時もですね、やっぱりこうやってもう飛ぶ時にもね、足が前のに出てますよね、こうやって。で、ちょっと氷に多少ついてますので、やっぱ荒川静香さんスタイルですね。阿部七海先生スタイルのサルコーなのかなって思いますね。はい。ただ、
飛ぶ瞬間は確かに飛ぶ時は両足っぽいんですけど、飛ぶ瞬間はね片足になってるんですよ、若干ね。ほらこうやって、ね、ここも片足になってますよね、うん、はい、こうやって飛ぶ瞬間ね、まだこれなのでこれまだこれ片足ですよ。だからちゃんと片足飛びしてるんですよね。だからね、いいんですよ。もしくは両足飛んでると、まあ、違うジャンプになっちゃうんですけど、まあ、こうやってちゃんと最終的には、片足でジャンプ飛んでるので、飛び方の違いなんですよね。はい。なので、問題はないよっていうことで、ね、これはトリプルサルコーからトリプルトーループ、素晴らしいジャンプなんですけどね。はい。そうですね。今日はだからサルコージャンプの紹介ということでしたけどもね。はい、面白いと思うんですが、まだまだいろんな選手紹介、これ羽生選手はループジャンプなんですけど、ちょっとサルコーと比較していきましょうか。サルコーは、左足で踏み切るって言ったのに、ループジャンプは右足なんですよ。いきますね、はい、こうやってで今これからループ飛ぶんですけど、こっち右足ですね、はい、でこれ右足で踏み切るんです。ちょっとお待ちくださいね。グイってほら右足が最終的にこうね、これ右足がついてますが、右足で飛んでると、これ左足これフリーレグで上げてますよね。これがループジャンプ、ループ右足って覚えておいてくださいね。はい、でこれがループで、グイってこれがループですね。右足で踏み切るのが、まあ、ループで、でさっきの、サルコーっていうのは、まあ、左足になってるということなんですね。まあ、飛ぶちょっと待って、止められなかったんですけど、これでいいですよね。これで足を振り上げて飛んでくるんですが、こっちの足っていうのは、まあ、左足なので、まあ、ループは右足で左足が、まあ、サルコーなんですね。まあ、飛び方はだから、ループとサルコー違う、少しこう似てる感じがするんですけど、飛んでく踏み切っていく足が違うよっていうね、そういったお話ですね。はい、まあ、今日はあんまりそこについては触れないんですけど、でもなんかサルコーは同じサルコーだけど、まあ、いろんな選手によって、なんか違う飛び方、なんかハの字になったりとか、まあ、ちょっと両足気味で飛んだりとか、まあ、ジェフリーバトルみたいにこう後ろに足をやってからシュッとねやると。ジェフリーバトルは、まあ、結構この辺に足があってからこの足がこっち後ろにあってシュッと振り上げてくる、その力を利用してるんですけど、羽生選手とか、荒川静香さんはこのなんていうか、シュをねシュッていこう、この左足と右足をシュッとこう擦りつけて、こうなんか竹トンボを飛ばすイメージですよ。まあ、これわかりやすい。竹トンボをシュッて飛ばすイメージ、シュッて。それが羽生選手。ジェフリーバトルは弓ですね。弓矢をシュッて引いてシュンと飛ばす感じですね。で、安藤美姫さんはここに空気がある感じ。空気を、この空気を集める感じ。わかりますかね。この空気を集める感じが安藤美姫さんとか、梶山優馬くんのイメージ。梶山選手は弓矢を引く感じもあるから、あれが違う、うん、まあそれなので選手の飛び方違うねっていう感じですね。竹とんぼのイメージですね。だからこの左足と右足を挟むと、これが左足でこれ右足なんです。それを左足と右足を挟むこの熱で飛ぶっていう感じを、羽生選手とか荒川静香さんはやってるかなっていうイメージですかね。はい、まだまだジャンプとかやっぱ奥深い部分があるので、また新しくね、解説の仕方とかなんか見つけたらね、皆さんも、ね、紹介していけたらと思います。はい、というわけでね、今日は、フィギュアスケートにおける、ジャンプ、サルコージャンプの同じジャンプでもですね、まあ、違った形でジャンプを飛んでいる、その羽生選手の飛び方は、こういう飛び方だよっていうね、そういったことを紹介しました。はい、最後までご清聴していただきましてありがとうございます。次の動画は、植物の動画かフィギュアスケートの僕の動画ですね、を多分上げられるかと思う。上げられればそうなりますね。はい、ではでは、これでお話は以上です。バイバーイ。